ルサリアへようこそ。私の名はルシリス。地上では光の女神と呼ばれています。今この世界は闇の脅威にさらされようとしています。そこで私はずっとあなたのような勇気ある者が現れるのを待っていました。あなたが本当にこの世界を救えるかどうか試すため、これからいくつか質問します。それではレディ、私の質問に答えてください。世界が破滅の危機に陥った時、我々を救う者は？今味方の偵察部隊が包囲されています。しかしあなたの部隊もまた危険な状態にあります。あなたは部隊に対してどのように指示しますか？英雄になるために必要と思うものは何ですか？戦いが始まった時、あなたが自分に対して求める能力は何ですか？あなたが理想とする部隊はどのようなものですか？最後に、あなたは何のために戦うのですか？されております。レディ、お前はサルラスへ逃げろ。あそこには我が友ホーキングがいる。途中までナームが案内する。急げ。父上、何を言われるのです。案ずるな、これ式で落ちはせぬ。もしものためだ。敵が動き出しました。ボルコフ、レディを頼む。はっ。このボルコフ、命に代えましても。王子、敵が来る前に早くここまで脱出を。何をしている。早くナームの元へ行け。行かぬか。
ー・テイラー、ここは一歩も通さん。これ以上進ませるわけにはいきません。無駄な抵抗はやめることだな。我が力見せてくれようぞ。これで終わりだ。覚悟せよ。しているレディ、みんなの戦いを無駄にする気か。その程度でこの私に立ち向かうとはいい度胸。くたばりやがれ。レア。コッセル、お前も年だ。無理はいたすな。大丈夫です。まだまだ若い者には負けませんって。あまり年寄りをいじめるものではないぞ。この一撃、受けてみるがいいね。
小賢しい真似をしよって。突然発動リカズチよ。申し訳ありません。ふん、バカめ。
私が安全なところまで案内します。しかし父上のことが心配だ。王子を送った後で私が城へ戻って王をお助けします。頼むぞナーム。私もサルラスで援軍を集め必ず戻ってくる。私が奮起すれば皆はついてこないからな。王子、前方に人影が。敵か。いや、僧侶のようだ。怖がることはありません。私の名はレディ、ボルコフと共に旅をしているものです。すみません、びっくりしたもので。私はクリスと言います。驚かれるのも当然です。この辺りは野党が多く非常に危険ですからな。私たちは巡礼の旅の途中なんです。これからサルラスへ向かうところだったのですが。そうでしたか。よろしければお送りしましょう。すみません、わざわざ送っていただくなんて。構いませんよクリスさん、我々もサルラスへ向かうところだったのですから。王子、先ほどからただならぬ気配が。野党か。クリスさん、町はもうすぐです。一気に抜けましょう。よし、行くぞ。ん？後ろからも野党が追ってきますぞ。皆殺ししか。あまりクリスさんから離れないように行動しましょう。わかった。殺せ殺せ、やつらを神に捧げるのだ。しかしかしか、殺せ。しかし、これでも食らえ。
私に剣を向けるなど10年早い。ホーキング様、町の近くで巡礼団が襲われています。何？急いで助けに行くぞ。はみんな俺についてこい。行くぞ。聞こ聞こ、殺せ。奴らを神に捧げるのだ。しかYes!
野党を一掃するぞ。こいつらを町に入れるな。負けるわけにはいかんのだ。及ばぬばかりにこのようなことに。